はい、皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、オカルトの話題をですねお伝えしていきたいと思います。オカルトといえばアルミテープですよ。このねフォレスター STI スポーツにもアルミテープ貼りました。これまでね A 型の X ブレーク、そして C 型の、フォレスタースポーツともにアルミテープを貼ってきてます。で、アルミテープの効果が、あったかっていうと、もうこれ間違いなくありましたね。 A 型 C 型ともに、アルミテープの、効果はしっかりと体感、できておりますので、まあ、この E 型の、フォレスタースポーツでもね間違いなく、体感できるだろうと思って貼りました。で、結局アルミテープの効果あったのかっていうところですけれども、これはもうありましたと言いたかったですね。これね、実はね貼ったんですけど、あまりね変化なかったんですよ今回。いや、これね正直びっくりです。これまで A 型 C 型ともにはっきりとした違いをね体感できていたので、いや、なんだ今回は分かんねえなっていう感じで、そう、今回はねアルミテープの効果がねあまり感じられてないんですよ。で、このアルミテープを貼ったことによって、まあ、車がどうなるかっていうと、まあ、簡単に言うと、車に溜まっている静電気を、まあ、放出して、で、まあ、車の空気の流れを良くするっていうところで、まあ、その車本来の性能を引き出してあげるっていう効果があります。アルミテープを貼ったからそのパワーアップするんではなくて、車本来の性能を引き出すっていう感じなんですよ。そう、だから静電気が、ある車にはまあ、比較的効果的っていうところで、静電気が、少ない車にはそんなに効果が出ないっていうこと、まあ、つまりは、車本来の性能が出ているからそこまで大きな変化は感じられないっていうところなんですよね。そう、だからそう考えるとですね、このフォレスター STI スポーツは、まあ、このフォレスターの本来の性能がしっかりと、アルミテープを貼らなくても引き出せているっていう、そういう、結果になるとね、思います。これがなんでこうなってるかっていうのはちょっと正直わかんない。もしかしたら E 型ね、フォレスタ STI スポーツには何かしらアルミテープをどっかに貼っているのかもしれない。これは開発の人じゃないとわからないっていうね部分ではあると思うんですけれども、そう、今回はですねアルミテープを貼っても正直効果がなかったです。で、今回どこに貼ったかっていうと、まあ、これまで通りですね、エンジンルーム、そして、フロントバンパー、リアバンパーの下に貼っているという感じです。ただし、前回までと違うことは何かっていうと、これまでですねそのアルミテープを、まあ、ギザギザのね今ハサミありますよね、ギザギザバサミ、あれでカットして、要はとんがりをねたくさんつけていたんですよ。まあ、そうすることによって、まあ、効果的だっていうところで、そう、効果的だっていうところでそうしたんですけれども、まあ、今回はそのねギザギザバサミがですねちょっと見当たらなくて、普通のハサミでただシャキシャキシャキっと切ったものを貼っているっていうところ、違いはそれだけです。ちゃんとですね、粘着面にも、導電性接着剤が使われているアルミテープを使っているし、そう、違いはね本当それだけなので、それだけの違いで効果がねなんかこう現れる現れないとは考えにくいっていうところがあるから、そう、もしかしたらやっぱりこのフォレスター STI スポーツには何らかのことが施されている可能性がもしかしたらあるのかなっていうところが、すごいね興味深いなっていうところですね。
まあ、ただもう一度ね、ちょっとギザギザバサミ見つかったら、もう一回やり直してみようかなと思います。そう、ギザギザバサミ使って、もう一度貼り直して、効果はしっかり体感できるかっていうところをね、また確認しようかなと思うんですけれども、まあ、このアルミテープは、貼った直後が一番体感しやすいですね。貼って、ちょっと立っちゃうと、もう体がそれにね、馴染んでしまって、正直ね、そこまでの効果って感じにくくなっちゃうんだけれども、このアルミテープはですね、やはり貼った直後が本当に体感しやすいので、そう、これからね、ちょっとアルミテープチューンやってみようかなっていう方は、ぜひですね、試してみると、その変化を感じられて面白いかと思います。そう、ただ今回は私自身、あんまり本当感じなかったんで、ちょっとね意外な結果になってしまったなっていうところ。まあ、アルミテープはですね、よくプラシボ効果ってね言われていますよね。そう、プラシボ効果って言われているんですけれども、プラシボ効果だったら今回も多分、あ、やっぱり効果あるなって思ってるはずなんですよ。そうなんですけれども、今回に関してはあんまり買わなかったなって思ってるので、まあ、このあたりはやっぱりプラシボじゃなくてね、しっかりと体感できていたんだなっていう、そんなね、感じはありますよね。うん。まあ、この車がね、納車された時からやっぱり、なんだろうな、これまで乗ってきたフォレスター、まあ前回の C 型スポーツとの、なんかこう、エンジンのフィーリングが違うとか、そう、そういうね、違いも感じてたので、なんかきっとあるんじゃないかなっていうところはね、思ってますので、非常にこのあたりは面白いですね。まあ、これからね、ちょっとアルミテープ貼ってみようかなって思われる方はですね、まあ、以前の、過去の動画にですね、まあ、どこに貼ってるっていうところを、お伝えしておりますので、まあ、そちらをですね、参考にしていただいて、貼っていただくのが良いかなと思います。まあ、おすすめのアルミテープは、やっぱり、粘着面にも、導電性の接着剤が使われているアルミテープがね、やっぱり良いかなと思いますから、そのあたりも、ぜひですね、いろいろ試していただいて、あと以前、GR の、エアロスタビライジングボディーコートも一回私、試していて、それもね、やっぱり洗車の後にそのエアロスタビライジングボディーコートを施工すると、やっぱりね、車の雰囲気は変わったので、そういったね、ものも試していただくと結構面白いかもしれないので、そう、いろいろですね、ぜひ試していただいて、いろいろですね、ご体感いただくと良いのかなと思います。ということで、今回はですね、このフォレスタ STI スポーツにアルミテープを施工しました。施工しましたけれども、残念ながら効果が感じられなかったっていうところで、お伝えさせていただきました。まだですね、このアルミテープ試したことない方はですね、一度ねお試しいただくと面白いかと思います。おそらくですけれども、違いをね感じられると思いますから、粘着面にも、導電性接着剤が使われている、アルミテープをね、購入していただいて、ぜひお試しいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。